はい、今回のひじきしゅチャンネルはですね、まあ、今年一番最初のかな任天堂ダイレクトをちょっとね見ていきたいと思います。まあ任天堂ダイレクトね、まあ昔ほどねワクワクして見なくなっちゃったなというのがあって、どうやら今日朝あったようでね、まあ全部出揃ってからゆっくり見ました。ライブで見てるとちょっと朝忙しいんでね、ガタガタしてて、まあ終わってからゆっくりと眺めたかなと思います。まあその中でね、まあ自分結構外にいることが多いせいか、スイッチがねフル稼働状態になってます。まあ気になるソフトも出てきましたよね。まずはですね、やっぱりゼルダでしょうかね。今年ちょうど何十周年 ?35 周年か。35周年を迎えます。まあそこで、まあ新作ではないんですけど、ブレス・オブ・ザ・ワイルドじゃない、なんだっけ、Wii 版ね。Wii 版はね、自分基本的に好きだったんですけど、いかんせんこう解像度のせいか、なんかもやっとしてて、よく見えない。よく見にくかった印象と、あとは Wii リモコン絶対使わなきゃいけないから、ひたすら振らなきゃいけないんですよね。それがね、疲れちゃうんですよね、もうね。だいぶ年いってたから。それがなんと今回ね、コントローラーでも操作できるということで、ちょっと嬉しいですね。いや、棒っていうかリモコン振るのも悪くないんですけど、こういった長いゲームをですね、ひたすらこう振り続けるのはタフじゃないときついんですよね。まあそういった意味で今回ボタン操作になったのは非常に嬉しいですね。あと HD リマスターっていうのかな。ですから、まあ見やすくなっていると思います。非常に楽しみですね。あとはですね、密かに息子くんが喜んでいたのはミートピア。3DS 版ね、見事にクリアしてるんですよね、彼。すごいな。いやー、そうかと思いましたけど、ミートピア来たーといった感じでしたね。あとはあれです。マリオゴルフ。地味にね、ゴルフね、あんまりやらないんで、本物もやらないんですけど、地味に楽しいんですよね。別にパーセーブしたりとかバーディー取らなくても、とりあえず穴さえ入れれば進んでいくじゃないですか。なんか絶対入んないわけじゃなくて、いつかは入るということでね、スコアなんかあんまり気にしないで楽しむというのが好きかなと思います。マリオゴルフ何気に気になってます。そしてそしてあれだあれなんだ、ファミコン探偵クラブ、ようやくですね、本当は2020年に出るはずだったのに、でもだいぶね、キャラ変わっちゃってるって感じもしますね。まあ、あと、ファミコンじゃないしとか、スイッチ探偵クラブとかにすればいいのにね。いや、そうするともう何が何だかわかんないというね。まあ、ファミタンなんですよ、やっぱね、ファミコン探偵クラブ。これもディスクシステムの時代のものです。ディスクシステムといえば今年35周年ですね。いや、何周年記念、特に今年多いんじゃないかな。まあいずれにしてもこのファミコン探偵クラブの消えた後継者と後ろに立つ少女、これもしかして2つ別で発売、カップリングかと思ったんですけど、別々か。別々なの。そうなのね。ファミコンっていうのがな、やっぱファミコン探偵クラブ、確かにスーパーファミコン版にリメイクしたやつもスーパーファミコン探偵クラブじゃなかったよね。あれ BS でやった時なんて書いてあったっけ、 BS 探偵クラブじゃなかったっけ、 BS ファミコン探偵クラブだったっけ、忘れちゃったな。 BS ってついてたよな。あ、BS のやつを出してくれればいいのにな。消えた後継者も後ろに立つ少女も原本
いや、ディスクカード持ってますからね。まあ今更ディスクカード読み込むのかと言われるとうってなっちゃいますけど、まあ確かに、うん、まあリメイク気になりますね。ただ話しちゃってますからね話しちゃってるからな、どうなんだろう。はいはいはい。そしてあと気になったタイトルあったかな。ブレイブリーデフォルト、これまあ随分前から情報そのものは出てましたよね。 3DS 版で実は結構やり込みました、珍しく初代と実は3作っていうのかな、出てんですよね 3DS で。まあ実質3作と言っていいか分かんないんですけど、1が出て、1のこう廉価版をちょっとねアレンジしたやつが出て、その後セカンドでしたっけ、ブレイブリーセカンドが出たけど、セカンドがねすこぶるなんか評判良くなくて、今回改めてブレイブリーデフォルト2となって登場ですね。気になってるんですがまだ予約してないんだよな、どうしようかななかなかねやる時間がない。そうだな、あとは何でしょう、なんかある？あ、息子くんが喜んでいたのが A 列車で行こう、スイッチ版ですね。やけに経営盛り上がってんだよな、 3DS でねやけにやってるんですよ。難しい経済用語喋ってて何を言ってんだろうと、もうあっという間に超えていっちゃいましたね。なんということだ、屍になる前に超えていっちゃった。どうでしょう、他に何かあったっけそんなもん、大きなところで。あ、スプラトゥーンですよ、スプラトゥーン。ねえ。まあ、スプラトゥーンは1、2とやりましたけど、まあ、オンラインなんでね。あんまりこう、なんだろう。負けたというあの悔しさがなんともね。まあ、ほとんどこう、チャットっていうのかな。言葉を交わさないんで、悔しさも何もなかったんですけど、やっぱりね、こう、出遅れちゃうと、弱っちくて。まあ、その辺もうまくできてるのがスプラトゥーンシリーズなんですけどね。まあ、なんといっても、こう、出遅れちゃったなーってのがあって。2もね、ローンチで買ったんですけどね。なんとも、どうでしょう。ただまあ、ファンの方はね、スプラトゥーン3は、非常に楽しみなコンテンツなんでしょうか。うん。そして、あつ森ですね。あつ森はまだ終わらないといったところでね。これいいな。マリオですよ、マリオ。で、なんかね、動画見たときにこの土管が、ちゃんとワープしてね、違うところから出てくるっていうのは、これね、まあ、マリオじゃなくても欲しかったアイテムですよ。まあ、結構ね、こう、端から端、あれ日本語が変だな。端から端まで行くのってね、大変なんで、この土管があると本当に便利だなと思います。早くアップデート来てって感じですね。そして思い出した、スマブラですよ。新しいキャラクター、いやーレックス？ラックスだっけ？どうしたっけ？レックスか。レックスじゃないんだと思いました。レックスじゃなくてホムラちゃんホムラちゃんで来ちゃったか。まあ当然ヒカリちゃんもだけどね。これまあ別に何でもいいんだけど、これが来たということはアミーボも来ちゃうということでねまあアミーボサイズでこの2人がどうでしょう、フィギュア化されるのかなと。なんか以前になんかクソ高いのが出たけど、あんなでかいのね飾ってるとちょっとやばい視線になりそうなんで、アミーボぐらいならいいなと思っていたんですが、ついにまだ発表はされてませんけどアミーボになるんじゃないでしょうかね。楽しみです。なんかこう飲み屋のねおっさんみたいな変な話題になっちゃって、まあ酒飲まないんですけど、いやーまあまさかねこっちの2人かと思いましたよ。
てっきりね、ずいぶん前からスマブラが出てダウンロードコンテンツでね、レックスくるくると騒いでましたけど、まさかこっちか。まあいいですね。さあこのぐらいかな。まだいろいろあったと思います。そういえばカプコンのなんかアーケードのやつ来てたんで早速ダウンロードしてみましたね。ゲーセン気分味わえるのかな。スティックで遊びたいと思いますけど、まあ皆さんはね、今回の任天堂ダイレクト、まあ久しぶりに50分と長いですよね。自分バラバラで見たんでなんかよくわかんないんですけど、きっと長かったと思います。なんかこう目ぼしいタイトルがあったのかなと思います。まあ息子くんもね、結構ものによっては気に入ってるそうなんでね、まだまだこの1年戦ってくれそうですね、スイッチなんてやりながらプレイステーション5回ってるんですが、全く当たらないじゃないか。ソニーさん、なんとかして。ソニーずっとさ、だってソニー製品買い続けたじゃない。ウォークマン、ミニディスク、パソコン、バイオプレステ5ポーンとくれてもいいんじゃない。ということで今回のね、任天堂ダイレクト、個人的にね気になったタイトルを挙げてみました。ではまた。